訪れたのは国道2号線沿い、広島市中区国体寺町に新しくオープンしたお店です。ここってガストがあったとこですよね。お祝いのお花もありますね。新鮮ですね。ちょっと行ってみますか。ちょっと以前の雰囲気とちょっと違うけど、階段の雰囲気とかなんか似てるような、木の雰囲気で。お、武蔵の森コーヒー。行きます。じゃーん、この音もいいですね。あ、すみません、こんにちは。すみません、はい、ここはもともとガストがあった場所ですよね。はい、そうです。同じスカイラークグループです。あ、なんかでも店内の雰囲気がガラッと変わって、高原リゾートをイメージしておりまして、はい、朝から夜までゆったりくつろいでいただける空間作りを目指しております。高原リゾート、納得。先月21日にオープンした武蔵野森コーヒー国体寺店、スカイラークグループが運営するカフェです。現在関東を中心に展開中で、広島では初出店。ゆとりの癒し空間をコンセプトに、居心地のいい空間とこだわりのコーヒー、それにバリエーション豊かな料理を提供しています。まずはランチにぴったりのこちらのメニューをいただきました。お待たせいたしました、ロコモコプレートでございます。はい、ありがとうございます。うわー、すごい豪華ですね。ありがとうございます。ロコモコっていうと、もう本当にご飯にハンバーグが乗って目玉焼きぐらいかなと思うんですけど、お野菜たっぷりで豪華ですね。はい、ありがとうございます。ロコモコをアレンジいたしまして、はい、ジューシーな自家製ハンバーグに和風テイストの照り焼きソースで仕上げました。スープを添えて大満足のワンプレートで仕上げております。本当にもうランチこれだけでもお腹いっぱいになれそうですよね。はい、じゃあ早速いただいてもいいですか。ありがとうございます。あー、すごい半熟です。黄身がとろけてまいりました。ありがとうございます。これは最高な、もうビジュアルもいいですね。あ、美味しそう。いただきます。もう間違いないです。もう本当みんなが好きな味ですね。はい、めちゃくちゃ美味しい。お食事ももちろんおすすめなんですが、実は当店の看板商品はパンケーキなんです。パンケーキ、それがこちら。おすすめがパンケーキということで、はい、すごい美味しそうなの出していただきました。ちょっといいです、ほら。これはやばいです。ありがとうございます。もうここで眠りたいぐらい気持ちよさそうです。もうプルンプルンですね。はい、メレンゲを立てて生地を合わせて一からお作りしておりまして。あ、この店内でもう注文を受けてから焼き上げてるんですか。はい、はい、そうです。わ、口の中に入れてしまうと淡雪のようにスッと消えてしまうふわっとろな食感と、あとリコッタとクリームチーズのライトなコクがお楽しみいただけるパンケーキとなっております。あ、この生地の中にそうちょっとチーズも練り込まれてるような。はい、へえ。はちみつ入りメープルシロップをかけるとさらに美味しくいただけます。あー、ちょっと待ってください。ほらすごい、もうナイフフォークで触ったらもう崩れちゃう感じ。うまい。ほんと甘よくとろけちゃう。おいしい。なんだろう、食べるというよりも飲める、そんな感じです。飲めるほどふわっとろなパンケーキに合うのが店自慢のブレンドコーヒー。環境と生産者に配慮したこだわりのコーヒー豆を使っています。あー、もう癒されます。これは癒されますね。
もうお料理たちも美味しくて、すごくほっこりできるものばっかりなので、すごくいい時間が過ごせる感じがします。ありがとうございます。